ってるっぽいの。どうもどうも、おはようございます。ほいほいほい、やりましょうね。いやー、さっき起きたんですけど、もう流行ります。おはよう。さてさて、昨日ね、ちょっとね、集会場をちらほらやってたんだけど、いろいろ作りました。グレートノーバーとかね、この武器ね、雷の。やってないやつやろっか。キックやるのもいいんだけど、おじさんあたりも、おはよう。日曜の朝放送とかね、超久しぶり。やってなさそうなの。ウルクセスかな。ウルクセスやろうかな。ウルクセスかな。よし、行きましょう。あ、そういえばね、集会所ちょっとだけ進めてたらさ、ウルクセスのさ、二つ名、おはようございます。ウルクセスの二つ名がさ、出てきたんだけどさ、ふげんさんのも、それも後でやろうかなーって。でもね、あれね、あれなんだよ、チケットがいるんだよ。チケットなかなかめんどくさいよね。おはよう。チケットがいるんですよ。おはようございません。竜なんちゃらポイント、あれ線で交換できるみたいなんだけど、結構めんどくさそう。雪山懐かしいな。雪山が一番見たって人多いんじゃない。 P2 が一番売れたでしょ、模範的に多分。だってみんなプレスで、あのポータブル持ってたもん、模範のために買うみたいな。みんな持ってなかった。モンハン前にプレステポータブルが売れてたよね、かなり。ガウシカさん、PSP が売り切れでしばらく入荷しないみたいな。お、ラスタイムビー。もうちょっと凝ってもよかったんじゃないかな。竹谷さんのも、竹谷さん、ウルクセスかわいいよね。うん。ちょっと寂しい。ちょっとね、昨日ね、タチをね、使っちゃってしまって、若干ハマってたんだけど。どうしようかな。タチも使おうかな。タチがね、かっこいいんだよね。買った？やりましょう、みんなで。確かに、雪山にいるの楽しみやね。すごいね。タチ面白かった。久しぶりにやったんだけど。まあ、もしかしたらタチもやるかもしれない。ランスは武士道より少ない。ランスはね、ガードしなきゃいけないから、武士道あんまり合わないかもね。
あのね、エリアルスラッシュアックスをね、使ってみたいんだよね。屋さんだもん。こいつのあんまり分かってない。みんな仮技何にしてんだろう。来ました。いやー気持ちいいよねこれ。エリアルガンス、エリアルガンスってどんなんだろう。いやー楽しみは武士道、やっぱ武士道だよ。ストライカー体験、ストライカーってどうなの。今の面白いな、シュールだ。クリア技使いたい人用だよね。ボン、あれちょっと最後決めさせてくれよ。で、このね、ん？ん？何？なんで寝てたの君。おーし、来ました。いけー。このハンマーのね、タイフーントリガーがね結構強いんだよね。なんかあったじゃん、もう一個フォードしてるやつ口で撃ち落として全砲弾、砲弾全発射してる。へえ、画面見てなかった。もう一個の技あるじゃん、あれよりこっちの方が強いと思うんだよね。すぐ溜まるし、あれもかっこいいんだけどさ、わかんない、威力的にどうなのか知らないけど、どっちがいいんだろう。なんでこのとこ生き物変えてんの。村クエね、結構ややこいよね。てか今回マジ多くない。村クエ糸数やばくない。異常な量あるんだけど、多すぎだよね。基本的にさ、全部のクエストやる派なんだけどさ、多すぎんけど。あ、埋める派？埋めたいよね。クリアってつけたいよね。お。てん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 。おい。あ、トイレねえな。ダブルクッス柔らかいかな。うん。こいつの動きかわいいよな。ケツアタックだけはね、あれだけど、嫌いだけど。レイヤー買ってくる。レイヤーまだやってない。レイヤーハンマーでぺったんぺったんしたい。マルチもやりたいな。普通に募集でもやりたいし、仲いい人ともやりたいし。もう、うん、おーそれ、うん、でんぐり返し。今回は最多なんかな、出てるもんですか。やっぱりクソ、お前そのお尻剥ぎ取ってやる後で。
ずれ。よかったかな。忘れー。掘ってやる。ハンマーで掘ってやる。飛び上がるモーションどうなんだっけ。ほい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 、ドーン。おお、暗くてちょっと、うん、あ、これ。お、ありがとう。せい。やったぜ。ぬるいですな。いやー、まあ何でも倒せるかな、この防具があれば。どうなんだろう、クリアした人って防具どのぐらいまで強化したんだろう。だいぶもう強いと思うんだけどね、このやつ。キュルスで染めてるし。ようやく166だけど、まあでもこんなもんでしょ。武器の方がね、重要かもしんない。全然ね、あれ、火力が、火力がない。てか、今回ね、育てにくすぎる。なんでこんな育てにくいの？面白いよ。そう、そうなの？集会所だったら集まる？まあ、ちょこちょこやってるんだけど、こんながっつりはやってない。一応、村クエでやりたいしね。素材引き継ぎなかったの、こう、配慮しても作りづらい。まあ、素材引き継ぎはいらないんだけどね、正直。G に移行するときはちょっと欲しいけど、さすがに。モンハンってクエストする系？そうね。クエストでモンスター倒すみたいな。星野やろうか。まあ、やってないモンスター順番にやろうかな。ドスニメポスはいいでしょ。じゃあリオレイやろうか。マキークエストでしょ、多分。ここら辺は。レイヤタン。楽しみ。階級上位までじゃない？多分 G 級はない。 G 級は多分そのうち出るんでしょう。孤島行かないとベアライト。ああ、そうだね。でもまあ村クエでもベアライト取れるし。なんか作ったんですよ、残波島ね。タチだったら残波島は作るよね。作らない？立つと言ったら残波島なんだけど、個人的に。フラグライトとか欲しいなぁ。溶岩界って何？溶岩界でいいのかな。アグナコトルとかかな。どこで出るの？派生させたら1だね。1から。結構めんどくさいよね、今回の武器。武器がめんどくさいっていうか、素材がね、集まらないんだよね。いきなりキラビートルとかね、結構、取りづらいのを置いてるでしょ。ちょっと包んだら簡単に取れるようになるんだけどさ。
ここでキラビートルみたいな、なかなか戦果とかできないですね。そうそう、ドセラクエスとかね、手に入らないよね。剣士は切れ味緑、そう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 、切れ味緑はね、あれですね、大事です、ね、5でしょ、リオレイヤーなんだから。最初は武器性能に頼るなというやつなんか、あ、そうじゃない。お、これだった。あれ、リオレイヤーだよね、リオレイヤー、メスカリュー、リオレイヤー。みんな休みの日なのに起きるの早いですね。ほい、あー気持ちいいわ。いてよいしょ、ダン、乗りたいな。あれ当たんね、今回さ、希少種いないの？レイヤーとかの金レイヤーとかちょっとやりたいんだけど、いいか。希少種いないんだよね。アシュいないのは全然いいんだけどさ。あ、二つ名はいるね。アシュみたいなもんやね。あれあれ、え、かわした？よくわかんない。足か。あ、出た出た、サマーソルト。G で追加するかな、しそうな気もする。何のマーチいるの、このペイントしとけばよかった。どこだろう、なんか10いってそうだな。容量的にきついんじゃないの、そもそも。なんだったあの、あ、うん、怖いわ、せい。当たんない当たんない。おい、あ、ここの台ないの悲しいんだけど、ちょっとこの台好きだったんだけどな。壁ある。ほい、うまくない？うまくない？4Gの時あれやりまくってたから、壁から飛び移るの結構好きなんだよ。てん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 、あれ、ちょっと硬い硬い。2、3回はスタンさせたいよね、こいつは。ブヒーブヒーってなんだよ。村クエさんのゲリュス話してないんじゃないかな。でも
と村人と話してないんじゃないかな。ちょうどいいわ。ちょっと痛かった。ケルスか、まあ、基本的に村長とかのお願い事聞いてれば村小屋は進むみたいだから、確認してみたらいいんじゃないかな。ふん、あれあ、そっか、ケルスだから毒なんねえわ。なんでそこでなった。ん、おう、お疲れさんお疲れさんですね。当たんない。ちょっとそこやめてほしい。おお、そこやめろや、そこやめろや、もうやめろや出てこい引きこもりやめろ、引きこもりやめろ、引きこもりやめろ。出てこい出てこい。ごめんごめん、ほんまにダメですよ。ちゃんと出ましょう。お、いつもの模範っぽいよね。でいや、いいなやっぱ模範してる感じする。追加モーションとかないのかね。どこどこ壊した今。羽え、来た。尻尾切りたいけどな。勝ってきた。よいしょ、気持ちいい気持ちいいんじゃん。来た、そい、いてあ、やばいかもしれない。ちょっとやめてくれ。クリップ使うか。ちょっと転がれなかった。お、ありがとう。助かるわ。確かに早いね。早いね有能だわ。ダメだ。牛の、一番いいかもしんない。あのね、どうしても避けれない攻撃をね、避けれるのがでかい。一番でかいかもしれない。でもね、エリアルも使ってみたいな。楽しいよ。すい、そう、回避性能、回避性能プラス4とか5とかあるよ、これ多分
放題だもん。あ、よかった。エリアルだとトリッキーな動きしてるのって触れてみられた。まずか。エリアル面白そうだよね。ここか。ここだよね。エリアルの攻撃、ちょっと放送で見たけど、あれすごいよね。永遠と飛んでる感じだよね。飛んできて飛んできてみたいな。面白そうなんだけど。回避がなぁ、なんか、やりづらそうなのかなぁ。エリアル体験。体験はね、結構やった。エリアル体験。確かに面白そう。もう一回スタンスしたいな。せーの、ドン。てんてんてん。あー、ちゃんと方向だったか。でかいのあれでしょ、名前わかんない。ディノなんたらでしょ。速攻死んだわ。あれ倒せんのかね。うーす、ディノワールドじゃない？そう、ディノワールド。弱いっすね。いやー、この絵を自分話いいなぁ。眠らせ？眠らせってあれかな？混乱かな？いや、ハンマーいいわ。ちょっとね、太刀も使いたいかも。初めて使う武器で言っててめんどくなったやんか。わかるわかる。でも倒したい。倒したいのもあったなぁ。もうちょっとやればよかったな。あ。ここでさ、小型爆弾を、小型爆弾絶対持ってってさ、盛岡で。ここで、終わっちゃったけどさ。小型爆弾飛ばなかった、最後。主人公の声だけ嫌なんだけど。僕のキャラクターの声。やるよね。みんなで飛ぶよね。大樽爆弾の技だって。大樽爆弾か。あんまりお供の技とかよくわかってないんだけど、どうするんだろう。どんどん行きましょう。なんかメスカリューの素材が必要なのあった気がするんだよな。なんかあった気がする。これか。電流って何？電流ってあれ？あれですか？名前がわかんねえ。看板モンスターのやつ？ドドブランゴ？ドドブランゴやってないね。よし、ドドブランゴやろう。おはよう。ガルルガ装備。ガルルガか。ガルルガってなんだっけ？スキル。耳栓？高級耳栓か？ガルルがね。僕は基本的にギザミ使ってたんだけど。ギザミはどこら辺で出るんだろう。まあ、作らないけどね。足。
心眼ついてんのか。心眼はいいな。心眼は便利。心眼ね、なかなかチートスキルだよね。ギザミも結構いいよね、スキル的に。うん、村クエ進めてる。マルチは、まあ、まだいいかな。裏でやってるけど、マルチ。マルチしたら、帰省するから。みんなにね、任せて、採取しながら、やるから。初見最初って何の防具揃えた方がいいの？僕はゲロス揃えた。まあ、なんでもいいんじゃない？なんでもいけんじゃないかな。武器に合ったスキルを速攻周回する人より、速攻周回する人とかいるの？何もできないでしょ。名前のうんこ。あ、でも集めやすいか、素材とか周回したのが。冷やすいかもね。おお、あ、こいつハンマーじゃないかもな、こいつ。周回でガルルが言ってた。ガルルがか。いやー、ドドブラング懐かしいね。ね、懐かしいね。いつぶり？こいつ。4人なら割といける。そうか。あいつ、かわいいな。今作ハンマーフグ？そうでもないでしょ。普通に強いぞ。いや、僕は強いと思ってる。ハンマーしか使えないから。牛のハンマー強いよ。フグとかに関係ないんだよ。使えばいいんだよ。倒せれば強いんだから。おいで。来いよ。プレイヤースキルだから。これは電気。1ためからつなげられる。下に繋げられないかもしれない。ギルドなら繋げられるんだよ。あ、わかるわかる。戻れるよね。あれ便利。そうなんだよな、スタイルで。え、片手スタン取れんの？そうなんだ。まあでもスタンね。ほとんどの武器で取れるからな。確かにそう言われると、うん、若干不遇かもね。くそ、まあでも楽しきゃいいんだよ。片手のスターはコンキル、うん、あれ間違えた。劣化ラージャン。今回ラージャンどの辺で出るんだろう。出るよね。一回は乗りたいんだよな。愛で全て解決だよ。そうそう、浮気するかもしれないけど。あのね、タチがね、すげえかっこよくて。序盤のハーマーウォーグはゲルスでしょ。スタミナつくし。ゲレスかボーン。あの、売ってるやつ。ちょっとうざ。そう、ゲレスかボーンだな。どこ行った？片手は知らん。僕は片手は嫌い。
片手はね、ダメージ与えてる感がないのがね、すごい苦手。双剣も苦手かも。確か。一番人気なのは何なのね。武器は。何なんだろう。ホワイトスラッシュアックスとか、チャージアックスは人気そう。勝負？勝負？刻み？こいつこんな早かったっけ？ハンマーやりづらいな。そればっかやって。よし。怖がらんからね。1、2、3、4、5、6。あれ遅かった。そい。お、いいね。もうは、なんだっけ。なんだっけ、忘れちゃった。あ、うぜえ。すぐ帰るから買ってみたら。KO だ、そう、KO。すぐね、スタミナ減らしてくれるよ。よだれだらだれなるよ、モンスターが。笛名人か、笛名人はいらないけど。序盤のおすすめはボーンかもね。最難金感。おお、うん、潜んなお前。なんか今回さ、武士道あるおかげで、なんか飛び込みみたいの全然使わない。新しい武士道どういうこと？どこかな。あっち行ったかな。なんか、はめくらないんだよね、回避で。神だよね。絶対食らう攻撃、食らう、あの、回避できるようになったのがね、すごいでかい。待った？今できたな。ちょっと。これはチャンスじゃないですか。ほい。あれ？うん。回避のつけたら武士の、ああどうなんだろう。わかんない。どうなんだろう。よっしゃーほらー、今の気持ちいい。今の超気持ちいいな。若干賭けだったけど。イアンス君が最初に邪魔してくる。その通りです。全然当たんねえ。2、3、4、5。この辺か。頭に入れたかったよ。ん？うし。そうなの？空振り。
お、よかったね。3かな、行きましょう。すぐ緑なくなっちゃうからね。お猫のスキルか。猫のスキルで短くなった。あー、ギザミ復活したね。まだやってないけど。あれ？あ、寝てんのか。これいけるかな。あ、全然無理だった。よいしょ。でーん。は？お前ふざけんなよ。おらー。やだ、やめて、いじめないで。あ、てかホットドリンク飲んでね、ホットドリンク飲んでないからスタミナがね。おそらやられそうなの助けるよね。確かに。お前ふざけんなよ。お前それ殺してやる。いや、スタミナがね。そうだよね、ボスが押さえてたら助けますよね。なんなの。ここまで来たら回復したくない。痛い。します。もうね、村クエで3オツはね、ないと思ってるから。1オツもね、ないと思ってる村クエは。したくないね。300個頑張りすぎじゃない。このね、ためからのね、あー、ダブ引きしたいんだけどね。そっちかい。いてぇ。くそ。まだか。ミスったタイミング。あー、もう。やめろ、それ。うざいから。耐震欲しいわ。え、そこで？すげえ、そんなもん。くそ、もう。うん、そこかよ。あー、後ろ気持ちええんじゃん。チャンス。わあ。気持ち悪いわ、よかった。お前、さっきの恨み忘れない。今回回復すんなよ。良いですね。今回の評価はどんなもんなんだろうね。もうなんかオールスターって感じで、だいぶ面白いけど。てかさ、
PSP じゃないと買わないって言ってる人結構いるけどそんなもんかな。でもモハンだったら買わないって思うんだけど、個人的に。伝説のガンナ、何それ。うん、やろうやろう、攻撃できない勝ったらね楽しいんだよね、やっぱりモハン。しかも簡単に Wi-Fi できるのもねいいしね。うん、やってみればいいのにって思うさあさあ次行きましょう。今回はどの職が強いんですか。それは人それぞれだと思うけど何が強いんだろう。何が強いのかなスタイルで言ったら多分武士道がちょっと飛び抜けてると思うけど、何が強いんだろう。職っていうのが分かんないけど、チャーク、チャージアックス、行商修行、これなんかヒャダインのあれみたい上場友情みたいなるか。やろっか、ハンターって職業がいいらしいよ。せやな、採掘人だけど普通の 3DS しかないけど画面の大きさ大丈夫かな。大丈夫じゃない別に。そう、武士道のカモなんですよ。体験版でね0分割したから、なるかはねだいぶ慣れてるよ。見ててアイテム使ってたけどね。なるかは面白い結構こいつもいたな。体験は昼だった気がする。チーズ、あ、そっか、ムービーか。人竜なるがいいなあ。なるが、なるが武器もいいよね。あ、くそナイス、暗いもうちょっと明るくしてくれてもいい。ふぅ、何でも出るとお守りマラソン、お守りマラソンは集めたんだどうですか。ナルガは回線だっけ。ごめんね行ってこれ猫行って邪魔かもな、もしかしたら。最近は猫いないし、猫行って邪魔かもしれない。行って、ああそんな届くのかな、そっち向かないでほしいんだけど。猫いらない猫いらないっす。いやらしい見た目になってんの。風魔も作ろうかな。作ろうかなそれ目的。あれ
大腸髪って使ったことないんだけどさ、どんな感じなの？こっちにタゲ向くの。お前ふざけんなよ。お前ふざけんなよ。ぴょんぴょんハンマー楽しい。やってみたい。エリアルも使いたいんだよね。エリアルも面白いよね。早いかも、なんかめっちゃ疲れてるイメージある。いやー、ナルが復活したの嬉しいな。両モンスだよね、ナルが。ふぅー。方向に突っ込んでいける感じがやばい。やばい、楽しい。もう店いらねえもん。店がいらない。見た目いい？ちょっと後で見よう。モンハンやってるとさ、時間あっという間。やっぱ1回が長いから。違うな、やっぱこれスタンスの時だな。今だった。くそ。お、できる。トン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 。ほい。あれ？おお、びっくりした。お供のサポート。何だったっけな。あんまり選んでない。回復と初期のやつと回復、あんま分かんないよ。そんな重要視してないと思う。パーティーだと頭寝れやすくていいかも。本当に？これどこだっけ。どうかな。難しい。もうもう、大丈夫っすか。武器の強化の必要カテゴリー数なんかね、よくわかんない。難しいよね。ハンマーに切れ味なんてあんの。あるあるんだよね。なんであるんだろうね。確かに叩けばええやん。そうかな、そういうことかな。飛ぶの早くない？それはどこ飛んでいいの。必要素材と別に、そうだね、レベルアップをして、レベルアップをしたら分岐ができるようになるみたいな感じ。ん？どこ？ん？どこだ？
ペイントつけとけばよかった。体験版のあれと一緒？あ、なんで戻ってきてんの？お前なんで戻ってきてんだよ。ああ、まあそうなんかな、やっぱそうだと思うけど、最大レベルにすると多分上位のあれになると思うよ。だからいつまでもできない感じになっちゃうと思う。僕は今その状態だからどうかしたいんだけどどうしようかなって感じだけど、いて、疲れたかな。お前ふざけんなよ。お前ふざけんなよ。途中で分岐できるのと最後まで行って発生がある、ね、ってのがあるんじゃないかな。どんな感じなんだろう。まあ結構今回素材難しいし、作れるんだったらすぐ作ってもいいかもしれないけど、飛びすぎ。あ、そうだね、開発でも作れるね、エアラップとかしないでも。どこかな。どこだ。影見ればよかった。いや、素材キーアイテム取ればできるよ。8かな、多分8だな。そうだね、8じゃない、どこ、 4？ファンゴとかね、ちょっとめんどくさいからね、絶滅してほしいですね。絶滅してほしい。4かな、4しかないね。いいでした。あ、2行ったな2行ってたわ、そういえば。これここで戦った記憶めっちゃあるわ気持ちええんじゃん。そうだね、進めてればある程度の武器は数集まってるはずだから。この攻撃かっこいいよね。あれ飛び込みした。わからんそうだね、回避性能とか強くなった感じ。こんな感じ一見避けれなそうなのを避ける感じ。お前飛びすぎだろ腹立つしけさんのもご飯買ってますか、やってますか。アイアン系ね。武士出る忍者、確かに。回線の10ぐらいあるんじゃないどこ？もうめんどくさいよ。そうだね、切断ができないのかな。相当長いよね。相当余裕あるよね。全然ジャストじゃなくていい。いるわ。ペイント投げる。もうめんどくさい。ぬるげーだよ、ぬるげー。だいぶぬるげー。よいしょ。
遅い。リアル体験で。ドーン。さあ。面白いよ。あ、やべぼーっとしてた。全然見てなかった画面。コメントを見てた。よかった？やっぱ弱いね、なるが。やりやすい。弱ったら、弱ったらどこだっけ？7個。ちょっと太刀も使おうかな。太刀の武士道も面白いんだよね。ちょっとあれが難しいけど、強化的なやつが難しいけど。一応太刀中やってたからな。極限状態はない。これ避けれんの神すぎるでしょ。神すぎるわね。今の避けれんのやばいよね。あのね、モード化っていうのがある。よくわかんないけど、あー確かにエリアル面白そうだな。そっか、プレイヤー増えるんだもんな。はよ。あ、これまだ移動するっけ。移動すんな。くそ。どこ。あ、にゃんたね、一回もやってない。一回もやってない。だって面白くなさそうなんだもん。やんなきゃいけないの、あれ。キークエストとかである？超絶面白くなさそう。何が面白くてにゃんた追加したのかわかんない。気持ちいい。あ、無敵結構あるの、あれ。空中でダメージ食らうイメージあったんだけど。ここ無敵あるの？あ、そっか、素材集めができんのか。あ、ピッケルなくてもできるって言ってたの、あれ。うーし。あ、無敵あるんだ。なるほどね。それだったらありかもな。採取するならニャンタ一択。最初アイテム不要。速、速度がめっちゃ速。マジか。なるほどね。最初用なんかな。卵とか運べたりするの？にゃんた用クエストあるじゃん。あえてにゃんたしかできないのはわかるんだけど、普通のクエストはにゃんたでできんのかな。多分できると思うんだけど。それだったら最初はヤンターでやるべきか。普通に装備整えたら火力も結構出た。マジか。いやーでもね、モハンじゃないよ、ヤンターは。モハンじゃない。お疲れ様です。いえいえ。ロンだな。ロンもな。ニャンター芝居とかさ、面白くなくない？ポカポカ村わかんない。今村読んだよ。結構まったりやってるけど。